アイドリメンバーの印象、まずコーチね、前のゲームから僕は知ってたんで、まあ、リオンさん覚えてないかもしんないけど、僕リオンさんとオフで会ったことあるしね。多分リオンさんは 100万%覚えてないけど、上半身と下半身どっちだった？上半身も下半身も多分くっついてた。で多分弟じゃないね。まあそうね、僕が同じオーバーウォッチやってて、同じチームでアッシュ使ってて、アッシュそういえば使ってたっけみたいな言われるくらいだから、多分覚えられてはないですね。アリケンさんに関しては、まあ、シアレイペ祭りでアリケンさんとお話ししたことがあるんで、印象あんま変わんない。面白くて優しいっていうのがめちゃくちゃ合う人。多分今ちょっとずつ痩せてると思うけど、長生きしてほしいですね。ちょっとニャラカさんは、まあ、一言で言うとお姉ちゃんでしたね。すごい面倒見がいい。オーバーウォッチの時とかも、なんかやりたい方やっていいよとか、何やりたいみたいな。あ、そう、でも、まあ、僕の名前を一枠の間に2回か3回くらい某コノリの方と間違えていたのはちょっと何とも言えないですけど、別の男の名前が出てくるっていう、ゴッフィのセンスについてはないですね。河川さんは、喋る前の印象はボドカさんみたいな人なんかなって思ってたんですよ。切り抜きとかそのタイムラインとかで回ってくるのが、その大きい声出してなんか怒ってたからちょっと怖いなってイメージだったんですけど、ボドカさんも俺最初怖かったんですよ。話見てなんか面白い人だな、いい人だなってなって、話が面白くて本当に配信者として尊敬できるタイプの人だなって思いましたね。嫌がらせとかさせたらマジでトップクラスだなって思ったわ。一緒にゴフピーやってたんですけど、敵じゃなくてよかったなって思いましたね。老年さんなんですけど、中二っぽい、調子者っぽい、ぽい、クールっぽい、間抜けっぽいみたいな、よくわかんなかったんだよね。正直話せるかちょっと不安だったんですよ。蓋を開けたら一番その話したし、この短期間の中で仲良くなったのってリーダーだったんだなっていう。バロラントの練習を終えてフォールガイズだったりとか、あとは違うゲームやると思うんだけど、そこで落ちなくてよかったなっていう。自分からやっぱり誘ったりだの、参加したりだのできてよかったなって感じではあるですね。ゴッフィのセンスないね。ゼロは言い過ぎた。15点くらい。バロナントは強いけど、ゴフが弱いね。カス。危ない。これ以上喋ると、また悪意のある切り抜きをされてしまうからね。ほら、今、言ってるでしょ、コメントで。ローレンはカスっていう、この、ここの、あ、今の部分ね。今の部分切り抜くんよ。で、サムネのタイトルに、神とローレンカスみたいな言ってるみたいな。